はい、えぇ、ー、SNB <laughs>、総選挙ガチャっていうのが来たんで、えー、引こうと思います。これは、あ、6月ぐらいに投票があって <laughs>、その人気順で、人気上位3人、3人と、あと、なんかね、決戦投票みたいな感じで、1位だったキャラが、星5キャラで、ガチャで登場っていうことで、えー、えこの、 4人ですね。オビト、ナガト、ウッタカタ、ヤヒコ。です。で、えー、開催期間2016年8月29日18時から2016年9月7日17時59分まで。うん。っていう感じで、ちょっとね、これずっと楽しみにしてたんですよね。で、フィーバーガチャなんで今回。えー、フィーバー時2 0連で、 えー、星5キャラ、いずれか1枚確定。あ、あれこれ新規の星5限定とかじゃ、とかじゃないのかなちょっとどう、どうでしたっけちょっと見てみよう。とりあえず今ね、えー、300個あって、まあチケットもあるんで、かなり引けるんですけど。えー、はい。ただね、星5結構いるんですよね。 あの、新キャラ以外にも。ちょっと厄介。で、フィーバーの時は、あ、この4体はどれかっすね。で、えっとね、赤月、赤月集めてますっていう感じなんで、歌方はいらないですね。歌方以外、オビと、ト長と弥彦が欲しいですね。はい。で、強いのかなこれ。体調スキルがまあ、 良かった気もするけど。はい。ま、あこんな感じで。体調がね、体調スキルが、あのー、今回増えたキャラ、今回の4体は全属性の攻撃アップなんで、っていう感じで、シャボン騙すね、こいつ。 いや、長門とヤヒコは持ってないので、ぜひ欲しい。強いのかこれ。攻撃力5%プラス800ダメージってあんまり、なんか、っていう気がするんですけど。で、何回引くかって話なんですけど、石はとりあえず100個ぐらいは残しておきたいんで、えー、チケットまで使ってから、えー、まあ、 ね。200個使うっていう感じで、最大、そんだけ使います。なんで、チケットが、えー、10連。でに、200個使うから、50連か。最大50連引こうと思います。はい。じゃあ引きます。投票なんですけどね。僕、各図に全部 <laughs> 投票してたんですけどね。 十何位だったかなま、あ結構上の方は上の方でしたね。あ、星さんも出るんですよね。いやー、きつい。<laughs> でちょっと赤月キャラ以外は全部売ってて、なんか特攻キャラ以外は。で、あのー、赤月キャラはね、回復要因がいないんで、 ちょっとあの、投票の時に思ったのが、ペインでいましたよね。あの、えー、再生させるやつ。あいつがキャラ選ばれたら、回復役のね、になってくれるんじゃないかって思ったんですけど、ペインは全然ランキング下の方でしたね。うわひどい星子なしでしたね。はい、じゃあ次。 石使って引こうと思います。いやー、フィーバーガチャっていうのが嬉しいっすね。じゃあ行きます。えー、ど、どうだろう。これでフィーバーにならなかったっけ ?10 連で。このハマるかなんかの時に、確か一回引いたらなったんですけどね。うわー、ダメか。いや、まだあるよ。あ、星3も出るんですよね。 とね、星5の確率が星5のキャラの数が多いんでかなり厳しいいやーお。あ来いうわーしかまる うーん、ちょっと怖いなあ,あ、来ましたね、やっぱ。一発で。フィーバー。で、これで、あれっす。あの、あの4体の中のどれか、1体確定っていうことで。頼む。赤月。おーし、来た長藤いやーいいなあこれは嬉しい。うん。 で、次どれぐらいでフィーバーになるのかっていうのも、ちょっと気になるとこ、なんですけど。最初80%で1回引いてフィーバーになったんで、次どれぐらいだったかなうーん。まあ、ちょっと自力で引くのはちょっと、難しい気がしますね。300個も、 集めたか、うん、やっぱ、なるこれは溜まりやすいですからね、いいし。これ何回も言いましたけど。ただ、使う分が多いんですよね。ランキングイベントバンバン来るんでね。あ、60! あ、ってことは、あ、でも、いや、どうでしょう。はい、ということは、これは、えー、20%ずつ上がる。 っていうことですよね、多分。で、20連引けば、またフィーバーになるってことですよね。行っちゃうか。あ、ちょっと。はい。はい、えー、ちょっとかあの、拡張したんで、石減りましたけど。まあ、これ引いて、ちょっとフィー、お来た虹。フィーバー具合を。まあ、多分虹は上がると思うんですけど。 いやー、ってなると、歌方と長と以外は出てほしいですけど。で、まあ、帯とはね、復刻イベントでゲットしたんで、星語。まあ、あの、種類は違うんですけど、あのイラスト結構かっこいいんで、えー、あ、イタチこれは持ってますね。うん。うんで、やっぱ、ヤヒコが持ってないので、ヤヒコが欲しいですね。 まあ、あペインでもかっこいいんですけどね。ま、あでも、いずれ来ますよね。あいつらも。他のペインも。イベントとかで。うーん、なんか、お来た。うおーうわー。そうか。ま、まあまあまあ、いいか。まあいい、まあいい、まあいい。これはしょうがない。うん、あ、各図の星子も。 来ないかなすっぴんのね、被弾もいいんですけど。あ !84。なん、なんか中途半端だな。これ多分次でフィーバーしますよね。あ、ランダムなのかなこれ上がるの。パーセンテージ、ランダムとかだったらちょっと嫌ですけど。これで溜まれば、 次あの4体の中からどれかなんで <laughs> まあ投票なくてもねえー、っとアニメはどうなんだろうまだかな漫画はちょっと連載終了してるんで、まあ、あのキャラのね あの、ネタとかも、そんなないと思うんでね。いずれは、出るでしょう。ペインの残りとか、各図の星5とかもね。うわ、出なかった。おーし、来たフィーバー。じゃあ、ラスト。まあ、かなり使っちゃいましたけどね。ラスト10連行きます。オービットかヤヒクはいいですね。で、まだ自力で、引く可能性もありますからね。 来い一発目でしょう確か。よし来た <laughs> これは嬉しいマジで。かっこいいな、ヤヒコ。いやーもう満足ですね。まあ、かなり使っちゃいましたけど、これはもう、はい。大満足です。うん。お来ないかな。来ないか。あとオビトだけか。 どううなんだろうえー、っとこのガチャ限定なのか、まあ、これからも超人祭とかでも普通に出るのかあーちょっと気になりますけどねまあ そうだったとしても、フィーバーで、かなりね、狙い撃ち、うん、できたんで、まあ、よかったです。はい。はい、えー、何年したんだ ?60 連かな引いた結果は、まあこんな感じで、まあ狙いのヤヒコと長ガをゲットできましたね。はい。オビトはゲットできませんでしたけど。 まあよかったです。で、まあ長とだけちょっと、ボックスいっぱいだったんで、あの、レベル上げしちゃったんですけど。はい。2体ゲット。嬉しい。いいけどお金がない。星6使あの、作ったら、無くなっちゃいましたね。はい。いや、マジで、暁の回復はくほしいな。回復はいないので、 フレンドで、あの、つなでとか、誰だっけ、えー、桜。うん、使うしかないんですよね。いや、いいないやー、まあ、ヒダンが一番好きなんで、ヒダンのね、すっぴんのヒダンが欲しい。新キャラで出ないかなうわ、いいな <laughs> で、まあ、あこいつら売りますね。 ちょっと特攻で使ってるサスケとか残してるんですけど、一応。まあ、イベントとか終わったら、まあ、いつも通り売りますかね。えっと、赤月は、今回、60連も引いたけど、イタチだけか、新キャラ以外は。あと、星4の格図とか、かな。うん。ぐらいですね。いや、まあ、売ってね。お金と忍びまいりに変えて。 石もゲットできますしはいという結果でしたいやー今回本当に満足な結果ですねというわけでまたえー、超人祭とかねえーっと暁の報酬になるイベントとかえー特攻の暁メンバーが来たらえー、引こうと思いますはいご視聴ありがとうございました